ったね。ふふん、あんたたちこんなトラップも攻略できないのかしら。あたしに土下座したらここの攻略。くだんねえこと言うな。ここはガルドに穴掘ってもらうんだよ。おお、旦那、ワイの活躍の穴掘りなら任せ。ねえファング。あ、ほんとだ、前と服装が変わってるみたい。みんな、よし、お前ら構えろ。何を突然おっしゃられるのですか。何度も同じようなこと言うな。さすがの俺も傷つくだろう。よっしゃ。さて、どんな妖精とフェンサーが出る。ほら来たぞ。殺。待ち伏せとは上等だ。この卑怯者、やってやんよ。私、カリンと申します。通訳も兼ねています。これが最初で最後かと存じます。ああ、戦ってやる。その代わり、俺が勝ったら言うことを聞け。さっさっ、汚らわしいやつ、死んじゃえ。さっさっさっ、では皆さん、速やかに死んでください。油断なさらないで。さっさっさっ、始めます。やらせてもらう。行くよ。おっ、さつさつ、お覚悟を。さてと、さて、さつ、やらせてもらう。見えてきたかも。マリーナ、役者が違う。力が。エフォールは負けました。お前もそれかよ。俺はお前に勝ったんだ。殺。では、エフォールはあなたを殺します。たーもう、いいかお前、俺が勝ったんだ。だから俺の言うことを黙って聞け。とりあえずバハスのおっさんが作ったスイーツを食え。殺。私はあなたを殺したくて仕方ない。理解不能と。毒なんてせこいもん入ってねえよ。作るのはむさいおっさんだが、正真正銘極上のスイーツだぜ。おっさんな。おお、そういうこと。オーケーだ、死の子の言わず黙ってこのクッキーを食え。話はそれからだ。食べてみて。それでも俺を殺したけりゃ。殺。一口だけなら。と申しております。個人的には。どうだ。殺。初めて、戦う以外の感情に満たされた。おお、もしかして、うまいのか。殺。だろだろ、うまいだろ。うまいもんを食うとな、胸のモヤモヤがすっきりすんだろ。そしたらな。殺さなくともいいかも。そうか、なら俺の仲間になれ。俺の言うことを守れたら。サツサツサツ。あらあら、それとサツは禁止、もう言うなよ。サツ、うん、え、フォール、ファングの仲間になる。あの、すみません、よろしいでしょうか。カリン。なんだ。ああ、そうか、お前はまだ俺を殺したいんだろう。お前もとりあえず。ああ、そんなそんな、私なんか、私はエフォールが納得している以上、パートナー妖精として。それよりも。なんだ、急に声を荒ら。差し出がましいようですが、エフォールはずっと戦うことしか知りませんでした。ですが、あなたがくれたスイーツの味を知ったおかげで、ありがとう、ありがとうございます。カリン、
なんで泣くの？殺したい相手がいるから。違います。カリン、泣かないで。カリンを泣かすやつ。ダメです！これは、嬉し涙です。だから、どうか、昔のあなたに戻らないで。戻る？わからない。私は、ずっと私のまま。あの、ファング様、でしたよね。どうか、エフォールに普通の人間らしい、女の子らしい生き方を教えてあげてください。は？それが、俺はそんな大層なこと。いいじゃない。彼女強そうだし、仲間にしよう。それに、餌付けしちゃった。餌付けって、そんなつもりじゃなかったんだがな。犬じゃあるまいし。運命を変えたいんでしょ？変えられたじゃない。そうか。うん。よかったですね、エフォール。ありがとう。We'll be right back.
なんだか。そうかそうか。もう私の通訳は必要なさそうですね。バングさん、エフォールを仲間にしてくれてありがとうございます。ずっと普通の女の子らしく生きてほしかったんです。だから服もイメチェンさせたんですが、まさかこんな形で私の願いが叶うとは。ま、いいってことよ。あんま感謝とかいらねえからな。ケツが痒くなる。なるほどね。ファングにも可愛いところあったのね。何がだよ、気持ち悪い笑い方すんな。わいはもう腹いっぱいや。私もお腹がポッコリさんしてきたんで、そろそろやめとく。なんだなんだ、せっかくの俺のおごりなのに、お前ら欲がねえな。ファングさん、そんなこと言ってお財布の中身は大丈夫ですの？俺のおごりだっつっただろ。そんなことだろうと思ったわ。あれは、あの変な生き物はマジ。そういやピピンとは初対面だ。我が輩を呼ぶのは君かね。なんやこいつ。なんですの。妖精？いや、モンスター？違うな。なあピピン、頼む、ここのお代を払ってくれ。え、ファング、それはちょっと早いんじゃない？ただのたかりだと思われ、我が輩は君など知るん。初対面なのである。まあまあ、そう冷たいこと言うなよ。俺はいずれお前の心強い仲間になる男。この知れ者が初対面の我が輩にたかるなどと。お騒がせして申し訳ありません。ただ飯大作戦。もうエフォールを仲間にできて調子に乗っちゃったんだろうけど、今のでピピンが仲間にならなくなったらどうする気？どうもしねえよ。なるようになるって。これファングの財布、テーブルの下に落ちてた。え？バカ。カリンちゃん、もっと近くに来てくれないと。さあ、怖がらないでこっちに来るんだ。はい。ふむふむ、人型獣耳つきタイプか。かわいい、じゃない。今、かわいいって言いかけなかった？何やってんの？ハーラーの妖精調査よ。仲間になった。調査？楽しんでやってるようにしか見えねえな。ハーラー。はいはい。それじゃあ最後に髪の毛を一本もらえるかな。わかりました。髪なんかどうするんだ。研究に使うんだって。あ、研究？妖精にはまだまだ未知の部分が多い。すごいですね。私の自慢のコレクションさ。ちょっと気持ち悪いです。これまでにあった全ての妖精の毛を保管しているよ。ちなみに毛がないタイプの妖精は除く。おい、なぜそこで俺を見る？おう、まさかの馬発落ちだな。